スターウォーズシリーズスターウォーズ世界の用語一覧、イウォーク・イウォークは映画、スターウォーズエピソード6、ジェダイの機関、イウォーク・アドベンチャー、エンドア、マゾラの妖精、イウォーク物語に登場する架空の生物種、種族である。イウォークの日本語表記は、ルーカス・フィルムの認証を受けた公式観光物によるものであるが、英語発音を日本語表記に近づければ、イウォークとなる。 イウォークを模したコスプレイウォーク族は森林豊かな衛星エンドアに住む種族で低身長で小柄なタイプの熊のような外見をしている。身長はおよそ1メートル程度。密林によく順応した生活を送っており、エンドアに自生する巨大な木の中ほどにロフト状の家屋を作り部族単位で生活している。使用する武器は原始的なものだが強靭な体を持ち、 それらをうまく使いこなして戦う勇敢な戦士でもある。なおエンドアの気候は、温帯や艦隊といった感じであるが、彼らは全身に密集した体毛に覆われているため、着衣を必要としない。しかし頭には、動物の皮を加工したズキンを被っている。しばしば革製のポーチなどを携帯している。身体的には、低身長で二足歩行する小柄な体育に、熊のような姿をしている。 狩猟民族であるため、小柄ながらも強靭な体を持ち、帝国軍の重火器を装備した、ストームトルーパーとも渡り合えるほどに、その戦闘力は高く、特に自身らが住むエンドアの森での戦いにおいては、地の利を知り尽くしているため、それを有効に活かして戦うことで戦果を上げた。その動体視力は、優れており、これは口述する移動に際しての驚くほどの、敏捷さを発揮する。 目は顔の中央に並行してついており、寸詰まりの花は未知の食べ物をまず匂いで判断したことから、嗅覚もよく発達しているようである。知能程度は、原始社会にあって、文明こそ、停滞気味だが、言語的に豊かな文化性も垣間見られることや、初めて乗った、帝国軍のスカウトトルーパーのスピーダーバイクを乗りながら操作方法を習得するなどの行動から、 かなりの順応性があり、種族としても相当な可能性があることも感じさせる。ただ、その小さな口は、舌打ちやうなり声に近い音を立てることはできても、あまり複雑な言語を話すようにはできておらず、独自言語以外の銀河標準語が話せるかどうかは、未知数である。なお食生は小動物から好みまで食べる雑食性のようだが、文史が発達しており逆に剣士や牙が、 発達しているようには見えないことから、もともとは装飾的性質が強かったのかもしれない。手や足には短いながらも器用で強力な指があり、これによって木やツタをよじ登ったり、原始的ながら様々な道具を使いこなす。全身は密度の高く短い毛で均一に覆われているが、手のひらや足の裏は皮膚が露出している。毛は個体によって茶や黄色、白などの差もあり、 マダラ模様やブチ模様なども作中確認される。耳は頭の髪型高い位置についていて前方に向かって飛び出しているが特にこれといって聴覚に特筆すべき様子は作中確認されない。しかし森林生活者として気配には敏感なようで感静な森の中で不審な物音に対する警戒心は非常に高いものである様子も見て取れる。 文明程度はまだ原始的なレベルであり、地球文明の石器時代に近い。素朴な道具を作るほか、火を利用している。道具はもっぱら気合いし、大型銃の革などを利用して作られている。車輪を発明しており、木を使った車輪付き方パルトの利用も見られる。武器としては斧、剣、槍、弓矢などといったものしか使っておらず、銃などの火薬兵器はまだ発明されていない。 移動に際して家畜に乗ることはなく、森を徒歩で移動したり、森林の至るところに垂れているツタを使って、ターザンのように移動するほか、素朴なハンググライダーで飛行する技能を持っている。ただ部族間の争いや、エンドワに生息する巨大生物との戦いは、過去にしばしば発生したようで、投石器や森林の樹木を使った大掛かりな武器、罠も伝えられており、投石や弓、 槍などによる戦闘手法が見られる。また彼らの社会ではアニミズム的な宗教が見られ、巨大な樹木が信仰の対象となっており、呪術医も存在する。長老による政治体制があり、部族間の外交問題や個人間の調停には、この長老の意見が尊重されている。生活は主に豊富な森の資源に依存しており、彼らも雑食性であるため、 特にこれといって農業的な活動は行っていないようである。集落規模は数十名数百名程度と見られることから、エンドアの自然は極めて豊富に食料を与えてくれているようだ。彼らは森を巡回し、食料を採取している。原始的な列音の多い言語を使っているが、その言語形態は非常に柔軟かつ語彙が豊富であるらしく、 彼らの種族が長い文明的停滞の中で精神世界を発達させていることが伺われる。はるかに進んだ文明を持つ銀河標準語とは適切に通訳することで意思の疎通が可能である。銀河帝国抵抗運動の紛争が頻発していた時代においては外部世界とは隔絶した生活を送っていたため銀河帝国と反乱同盟軍の戦争にも当初は関与していなかった。 しかし軌道上に建造された第2デススターの防御を司るシールドコントロール基地がエンドア地表に建設されたことに伴ってエンドアに帝国軍が進駐さらにこの基地の破壊を狙う反乱軍も兵士を送り込みイウォークも戦争に巻き込まれていくそれでもイウォークは中立の立場を守っていたしかし反乱軍と共に降下していた金色の プロトコルドロイド C-3PO を神と勘違いしたことにより、イウォークは反乱軍の破壊工作に全面協力することになる。彼らは C-3PO から聞いた星々に生活する人々に圧政を指揮支配する帝国軍を恐れ自分たちの土地から追い出したいと願う。コントロール基地の機能停止を狙った反乱同盟軍の作戦を支援すべく、 たったんヨークたちだが、彼らには帝国軍や反乱軍の持つ宇宙戦闘機やエネルギー兵器といったような派手な装備はなかった。しかし、地の利を生かした罠やゲリラ戦に長けた彼らは帝国軍を挑発して自分たちの得意とする密林へとおびき出し、弓矢や投石の雨を降らせる。彼らは決死の戦術で帝国軍をか乱、原始的な罠で反乱軍と共に 帝国軍のスカウトトルーパーや強力な武器を備えたウォーカーを次々に戦闘不能に陥れ、ついに帝国軍の基地警備隊を制圧することに成功する。この作戦成功の直後に宇宙ではデススターが破壊され、エンドアの平和は守られる。この戦いで多くのヨーク族の戦士が傷つき倒れる。しかし同時に彼らの働きでデススターは失われ、 またこの戦いで皇帝を失った帝国軍は一気に弱体化する。イオーク族は失った以上に多くの勇敢な反乱同盟軍の戦士たちと友好を結び、戦勝を祝う祝縁がエンドアで催される。ありがとうございます。